ふと思ったけど、やっぱあれなんかな。文化祭が終わるまでは、この体験版は続くのかしら。そんな感じだよね。だって文化祭前では終わらんやろ。あと他にもなんかヒロインおるみたいだし。うん、それが登場してきてないからさ、七瀬の友達みたいなやつとか。ね、そこら辺どうなんだろう。まあとりあえず一個一個進んでいこうか。純子お姉様？菅野先輩のことだよな。その様子だとやっぱり聞いたことなかったんだ。休み時間、男子で談笑している時にそんな話題になった。最近女子の間ですごい人気だよ。ツーショットを待ち受け画像にしたい先輩ナンバー1だって。随分限定的な人気に聞こえるけど、そのくらいしたいってことじゃない？ま、そんなわけで菅野先輩は人気者だよ。つまり周りからの目に気をつけろってことか。さすが白江が言うと説得力がすごいな。なんか受講と学校の自販機にある 200ml の紙パックジュースをへこませてうなずく男子友人たち。まあその辺池永は同じ作業部屋って言っても三枝さんたちがいるからね。名前を呼ばれたのに気づいたのか、女子グループで話をしていたひながこっちを向いた。なんて話をしてたんだよ。放課後になって作業場に向かう途中、ひなにさっき何話してたのと聞かれて答えていた。つまり私たちという彼女っぽいのがいるおかげで先輩に近づく悪い虫だと思われてないと。そういうことらしい。菅野先輩が人気あるのは付き合いがあればわかる話ではある。確かにね。美人、優雅、優しい、頼れる。その上。何？その上頭も良くてしっかり者。指折り数えていたひながどんどん難しい顔になっていく。私、天は二物を与えずって絶対嘘だと思う。世の中って不公平だよね。純子先輩が意外とイメージ通りじゃないとこあるのも知ってるけど、純子先輩って苦手なこととかないイメージある。虫とか苦手そうな雰囲気はあるけどな。ちょっと疲れているとペットボトルも開けられない。うん。割と普通に弱点だよね、それ。確かにそうだけど、そうじゃなくて。こう、あやが怖いのすっごいダメとか、そういう感じのやつ。そういうのを探すのは良くないと思うぞ。あら、私の話？作業場に行く途中、菅野先輩も一緒にあった。ここで黙っているのも何か違う気がして、俺たちは昼からの話を先輩にした。私にも苦手なものくらいあるわよ。ペットボトルの蓋よりも？よっぽど苦手ね。もちろん、教えてあげるつもりはないけれど。フラグ立ったな。先輩にも苦手なものがあるって分かっただけで十分です。正直、何でもクールにこなすイメージでしたけど。そこは心構えかしらね。私、見栄っ張りだもの。見栄でここまでできたらすごいと思う。そんな話をしながら作業部屋に戻ると、今日はアン先輩だけでなく、とっさんも来ていた。おはようございます。とっさんもこんにちは。そしてアン先輩のペースで何か2人で覗き込んでいた。あ、スペースでか。何か面白いものでも持ってきたんですか？持ってきたというか、見つけたというかな。ニコニコと機嫌のいいアン先輩と、じっとケースを覗き込んでいるとっさん。何見つけてきたんですか？カブトムシ。大きくて立派。ほらもう、俺、別にこれね、初見だからね。俺初見だからね。俺初見だからね。なんか八百長を疑われるかもしれんけど、ピタリと菅野先輩が入り口のそばから動かなくなったのを見てしまった。さっきトスト木工科のとこ行って資材もらってきたんだけどな。アン先輩が持ち上げた透明のケースの中には太い木の枝とそれにしがみつく立派なカブトムシが入っていた。木工科っていうと雑木林のとこにあるあのキャンプロッジみたいな建物でしたっけ。そう。フェイスマスクつけてチェーンソーを持った先生がいて、有森は自由だなと思った。いや、コスプレじゃなくて防塵マスクだからあれ。あやが初めて見たとき悲鳴上げてましたね。林の中からチェーンソーを持った大男が出てきたら、それはしょうがないと思うな。悲鳴を上げる新1年生を含めて、有森学園毎年春の風物詩らしい。やっぱり有森学園は自由。チェーンソー男の馬場先生の話はいいから、今はこっちカブトムシ。ああ、かっこいい。アン先輩が完全に特撮ヒーローを見る時の目でカブトムシを眺めていた。かっこいい。かっこいい？いや、他の虫に比べて割とそうかなってのはわかるんですけど。カブトムシはかっこいいだろ？このツヤと曲線、力強さと艶やかさを両立させた自然のデザイン。昆虫の中でも収集家が多いのもわかる。トッソンもカブトムシかっこいい派ですか？カブトムシを見たままうなずくトッサン。うちはカブトムシならやっぱり日本のやつが好きだな。シンプルな美しさがある。俺は小さい頃に昆虫展で見たヘラクレスオオカブトが好きですね。子供の頃にでかいのを見ると印象に残ります。わかる。そういうロマンも大事。うちもヘラクレス好き。レン君もカブトムシかっこいい派だったか。クワガタも好き。生きているギラファノコギリクワガタをいつか見てみたい。わかるといい顔でうなずくアン先輩と静かにうなずくトッサン。そしてその間、入り口の近くで一言も語らずに黙っている人がいた。純子先輩はどうですか？あれ？純子先輩？あん、ちゃんと元いたところに戻しておくのよ。間違えても買おうとか思っちゃダメよ。わかってますって。観察とスケッチ終わったら戻してきますから。俺も一緒にスケッチしていいですか？いいぞ。はぁ、生きてるカブトムシはやっぱいいなぁ。特撮とかアニメでもモデルになるのもわかる。うっとりするアン先輩とは対照的に笑顔が張り付いたままの菅野先輩。ここまで来るとさすがにここにいる皆がわかっていた。もしかしなくても菅野先輩、カブトムシ苦手なんですか？そんな言うほど苦手というわけでもないというか、カブトムシは比較的まだ大丈夫な部類というか。マジで。こんな焦っとる先輩初めて見た。いいな。かわいい。かわいいぞ。あれこれ先輩ルートやったっけ？あれこれ先輩ルートやったっけ？めっちゃ早口の菅野先輩に、アン先輩が黙ってカブトムシのケースを軽く掲げてみせる。ああ、もう、苦手だから、あまり私の見えるところに出さないで。できれば、今すぐでも元の場所に戻してきてほしいわ。マジですか？そんな苦手ですか？口調も変わっとるやん。苦手よ。声色も変わっとるやん。俺の後ろに隠れて盾にしてくる先輩。肩をつかむ細い指がぐっと食い込んでくる。全然力入ってないけど。虫が苦手なのはわかるけど、カブトムシまでダメなんですか？言いながらカブトムシは平気なのか、割と怖いものが多いあやが角の周りを軽く指で撫でていた。私もカブトムシの裏側とかはダメかな。想像させるようなことを言わないでもらえるかしら。本当にダメなんですね。虫はダメなの。作り物なら平気だけれど、生きてる虫の動くのが、足が。その告白を聞いて、何か良くないことを真顔で考えているアン先輩。アン先輩、何考えるというかわかりませんけど、戻してきましょう。戻してくるのはいいんですけど。日頃の恨み。純子先輩が今まで木工科の方行かなかったのって、もしかして、虫が苦手だからよ。アン先輩にとって、長年の謎が、そして昼から話していた純子先輩は本当に完璧か。それに対しての答えが出た瞬間だった。しょうがないなぁ、とアン先輩がカブトムシを持っていたところに戻しに行って少しして。見苦しいところを見せてしまったわね。戻った。態度だけはいつもの先輩に戻っていた。先輩が見えっぱりって言ってたのを少し分かった気がします。そういう生意気なことを言うのはこの口かしら。あは、ご褒美あざす。珍しく怒った顔で睨んでくるけど、さっきの態度もあってか、全然怖くない。先輩、とても大事なことが気になったんですけど、聞いてもいいですか？私、虫の出ない高層ビル以外に住むつもりはないわ。質問で名前を出されるのも嫌だ、と先手を打ってきっぱり言い切る先輩なのだった。すごいな。